はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということですね、本日はですね、またガチャ動画でございます。はい、ガチャです。はい、ガチャ。うん、ガチャね。5月14日3時に、一塁手の更新が来ましたね。はい、一塁手。まあ僕も欲しい選手一人しかいないですね。もう皆さん分かってると思いますけども。はい。で、自チーム狙い撃ちか。オッケーオッケー。まあこれね、まあもしかしたらミキサーもするかもしれない。プロスピマーケット、ああ、どうでもいい不具合情報を言ったんですけども、まあ、プロスピマーケット、あ、じゃあプロスピマーケットじゃなくて、ミキサーもね、おそらくもしかしたらする S ランクの弟子次第ではね。はい。まあ、早速もう選手見ていきましょうか。はい、中村選手。ファーストで出ましたね。ラインドライブ。あ、ラインドライブやったっけな。まあ、補給高いんでね。そのね、補給高いのって結構いいポイントなんですよ。内野手ってやっぱね、速い打球飛んでくるじゃないですか。もうバッターパワーバグってるんで、もうめちゃめちゃ速い打球飛ぶんですよ。それに対して補給が良ければ、その、後逸しないというか、後ろに反らさないので、守備範囲低くても補給高いとね、めっちゃプラスポイントなんですよね。っていう部分はいい。特殊努力は微妙。はい。あ、微妙くはない。超チャンスはいい。あ、井上選手ね。よっ。って感じよ。はい。よっ。バージョンの井上選手ね。ミートが引く。あれ、ミートこんなんやったっけ。あ、ミートこんなもんか。まあ、補給とかもあんまり上がってないね。守備範囲も変わってないし。ただね、あの、フォロースルーもあるし、パワーが A 乗るんで特殊能力出たら。で、チャンスでミートも上がるって考えると、まあまあ、やれなくはないって感じですね、井上選手。結構僕使ってたんでね、ずっと。はい。で、穂高選手。まあ、山川選手、ファーストではすごいね。やっぱアーティストなんで、ただ補給低いっていうのと、特殊能力もパワーばっかり上がって、存在感も小しか上がらないので、ちょっとまたミートも低いなっていう井上選手同様な感じやね。なので、井上選手と山川選手って聞かれたら、僕は答えれません。はい。任せます。すいません。で、銀次選手。銀次選手、ミート高いね。まあ、まあ、キャッチャーまだあるやん、適正。キャッチャーやったからな、去年。で、選球間固め打ち、チャンス。はいはい、オッケーオッケー。了解です。で、中田選手、なんかミート66多いな、一塁手。一塁手、ミートこれさ、66、3人目よ。で、山川選手よりパワー低くてのパワーヒッター。補給も守備範囲もまあまあ。ただ、B には乗らんねんな、両方とも。山川選手の、パワーヒッターバージョンか。じゃあ、山川選手かな。で、来ました、もや。もや選手いいよね、もや。あ、チャンス降格右投手、はいはい。まあ悪くはないね、パワーも A 乗るし、特殊能力出たらね。補給引く？絶対守らせられへんわ、ファースト。この補給やったら絶対ファースト守らせられへん。ほぼ高一よ。ほぼ高一。ね、中島選手。はい、巨人ね。まあ巨人なんで欲しいっちゃ欲しいけど、まあ、リア台ではちょっときついけどね。純正って感じ、本当に中島選手は。中島選手。で、マルテ選手ね。マルテ選手は、ラインドライブなんや。プルヒッター、ラインドライブ。あ、まあそっか。フォロースルーまだ搭載されてないよね、さすがに。あの、グリーンってなるやつは搭載されてないと。マルテ選手、今年調子いいよね。プルライドラ選球眼か。まあ、選球眼でミート上げてからのって感じかな。で、タンケ。まあ、タンケでしょ、これは。79、79のどっちよ。もうこれ、ビシエド選手で、リアタイではね、はい、レギュラー入るかって言われたら微妙ですけど、中日のリーグオーダーとしては最高ですね。もう一番の狙いです。はい、今日はビシエド狙います。ありがとうございます。ソフィーね。あ、ソト選手強いの。あ、山川選手よりミートも高いし、パワーも高い。パワー一緒か。パワー高いわ。で、超アーティスト降格でしょ。ミート上がるでしょ。で、チャンスでもミート上がるでしょ。あー、なるほどね。ソト選手いいっすね。補給低いけど、まあまあまあ、許せる範囲。許されへん範囲やな、ね。いいよ。ごめん。ただ、守備範囲がまあまあいい。うん。ソト選手いい。出ました、クロン。クロン選手。え、もう連発ついてるやん。え、クロン選手ってそんな連発印象付けるプレイしてる？なんか昨日か一昨日ぐらいで先っぽに当たった打球で、あ、レフトフライかって悔しがってるけど、レフトスタンドインした、あの東京ドームでね。東京ドームインしたんは見ましたけど、動画で。連発のイメージもうついちゃってるんや。さすがメジャーリーグを経験した男ですね。あ、内川選手。あ、70、70の同値。はいはい、いいっすね。うわ、内川選手ここで出るんや、ファースト。うわ、補給と高っ！これは安心ですよ、皆さん。本当に。安心して守らせれますよ。特殊能力弱っ。え、左投手固め打ちエース、能力上がらんやん、これ。1打席目1打席目能力上がらんすやん、これ。山本由伸投手が来たらもうこれえらいこっちゃですよ、これ。ミートちょっときついっすね、レイヤー隊は。リーグオーダーはまあいいと思う。ってことで、早速タンケで引いていきましょうか。タンケ狙いで、あ、けどこれワンチャンスアレスって言おうと思ったけど、自チーム狙い打ちやからしゃあないな。いきます、1回目。はい、いいよ、いいですよ。レッツゴー。白、今の流れ白くると思ったけどな。最近ガチャの引きいいんでね。消防も悪くなったけど、ガチャの引きはいいんで。さあ、打たないっすね。はい。さあ、飛ぶか、攻めて飛べ。オッケー、2球。まあ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 、ごめんなさい。ちょっとテンション上がってます。すいません。
ガチャ動画ね、最近引きが良くなってきたからテンション上がってるんですよ。前まであれちょっとガチャ引いても S ランク出ないんじゃないかっていう考えがあったんで、あ、ハマヤ選手2枚目、総武選手いいね。さあ2回目、これは50、30か、 OK。 とりあえず50、あーなさそう。え、これちょっと待って、自チーム確定しなかったよな。確かあちゃちゃ S ランク確定しなかったよな、このガチャって確か。さあどうですか、ない、撃って、ない、はい、 OK。 まあ飛ばそう、これはおそらく出ないんじゃない、出ない、ほんまに出なかった、あ確定してないわ。さあ行きます、やばい、これやばい、ちょっと待って、このガチャ、そうや、このガチャ引かん方がいいガチャなんや、忘れてた。ワンチャン狙いの選手引けるけど、これ結構きついガチャなんですよ、汚い、いやマジか、これちょっとエナジー内で収めようかな、今日今回ガチャ、うわーえぐ、いやある、ある、あるよ、自陣確定しないところからないな、もういいや、はい、はい、4回目、これでか、もうこれラストやん、はいはい、オッケー、いいよ、レッツゴー、これ来た、これ来た、これ来た、あーマジか、4分の2でレッツゴー来たけどな、うわーえぐ、はい、打たんし、しかも、いやーけど S ランク出ないまま終わるのはさすがにきちいな、うわー、ちょっと追加してもいいですか、これもうちょい追加します、はい、すいません、追加します、はい、ということで入れてきました。ちょっとね、今ね、リアルタイムでツイートでダルビスさんが、日本時間3時11分で、速攻ビシエド極みにして脅威のスラッガーつけてるって恐ろしいことしてましたね、今。やばすぎでしょ、俺。もう今から俺、引こうと思ってんのに、探検。てか、引けてないし。うわー、これ確定じゃないもん。それ確定じゃないからね。こんだけすごいことか、それが。もうまさか11分で探検引いて極みにして、脅威のスラッガーつけてる。すごすぎ、あー頼む、あーけどね、これね、ある、いやこれあるんよ、飛ばなかった時って意外と僕期待してるんですけどね、ほら、あー松葉投手、いやーもう期待せんとこ、これから、あ、じゃあもうこっから出たらもうほぼ確定なんで70、50、ちょっと待って、ちょっと待って、あれガチャ運戻ってなかったっけ、ビップ、あれおかしいな、ガチャ運戻る、ガチャ運戻ったって聞いたんやけど、あれー誤情報でした、いやマジか、うわーえぐ、60連 S ランク1枚もなし、くさい、これ、うわ、あ、じゃあ70連目、70連目も引くガチャじゃないよこれ、あーあーあー、びっくりした、しかも、え、ちょっと待って、これフルエースじゃん、フルエースからのビシエド2枚引くんじゃんこれ、待って、あやってる、これちょっと待って、これビシエド2枚出る可能性ある、あ打たない、あ、まあまあ今日自治も確定してるからで笑って、ちょっとこれビシエド2枚出たら笑われへん、あーよーしよ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 し、とりあえずね、とりあえずね、とりあえずね、いやびっくりした、マジで今の演出久々に来たわ、これね、ビシエド2枚の可能性あるんすよ、打たなかったってことは新鮮、そう、あっやー俺がね、今ね、最も恐れてることあるんで1個言っていいですか、もう1枚ビシエド出ることです、まあないと思うけど、さすがにね、さすがにフルエースやったからなんかもう1枚ぐらい来そうなんよ、いや今度かい、フチャレ行きましょうか、うん、フチャレです、はい、あの福さんチャレンジで福谷選手チャレンジね、これね、福チャレです、はい、そうやな、これちょっと難しいな、入れる選手、高梨選手いっか、大城選手もちょっと多すぎるな、この5名でいこう、よし行きます、福谷選手チャレンジです、これ毎度恒例になるかもしれん、福チャレね、福選手入れたから多分福谷選手出るでしょう、これは僕の考えですけどね、福谷選手が福選手を出すと服が取れて谷選手が出るから、谷、あの、やわらちゃんの旦那さんの谷選手が出る、これお願いします、めっちゃ思わなかった今、最悪、めっちゃ待って、ほんまに最悪、きつ、ちょっと待って、
きつ1700エナジー返してほしいねんけど。